それは違う。それは違う。みんなしていただきます。うまっ。おいしい、うまっ。これおいしいですよね。ないよね。好きなのもおいしい。ハローよりいいですよ。全然いい。出来たて、おいしい。ま、冷え冷えの肉と一緒に食べよう。うまおじゃん。バッチリですわ。やったね。素晴らしい。すごい。ほら、ポップコーン屋なれるよ。ポップコーン屋と。これもそれですか。パッケージ出してみてもらっていいですか。あ、うまっ。え、成功じゃん。成功だよ。大成功。すごい。でも焼けちゃった。うん。いいね。いいね。いいね。うまっ。うまいね。うん。うん。あれかもね。こういうとこにこう、なんか、こう、シアターみたいにこう当てたら、あ、うん、あ、映画とかみたいな。確かに。あテントの中にさ、プラネタリウムのあの、うん、映したりとかしたら、うん、いいっすね。あの、曇ってなければもっと空も、うん、見えたと思う。あ、ほらよね。すぐにやっぱ冬はすごくいいのポップコーンでもね振られてる。もう喪主みたいな。めっちゃ振られる。必要以上に振られたからね。まだ今振るんすか。まだです、まだです。あ、うまっ。うまいね。あ、なんか面白いですね。まさかキャンプみたいなの来て、そのポップコーン食べることも取らなかった。直火で。直火で。そう、そこポイント。3倍ぐらい時間かけて。え、誰がやりたいって言った？ダルさんが見つけて、うん、やろうぜ、これやろうぜ、やろうぜ。そう。もともとその気持ちだったんですね。絶対無理やったことないっていう感じで。うんうん、大正解。大正解。うん、無理だったら絶対にこういう反応してたらなっていうのが、うん、まんま読まれている。わ、うん、かりやすい。はじけた瞬間多分、ね、めっちゃテンション上がりそうって。こんな膨れと思わないだろうしね。そうですね。すごい。そうだよね。これがここまで行くっていうことがもう予想できないんだもんね。うんうん、すごいっすよ、ね。うん。幼少期ねるねるねるねは全然お母さん買ってくれなかったんですよ。うん、私は家族的に買いながらね、うん。でもこれは買ってくれ、なんかあの、うん、同じさ、なんか食を楽しむじゃないけど、なんか確か遊ぶ的な意味で、うん、ねるねるねるねはダメだったけど、これはよく買ってくれた。いいんだ。これはね、多分ね、健康に害がないから。あ、まあね。まあね。ねるねるねる何入ってるか初めて分かんない。そう、分かんないから。2番の粉とか直で食べると、1番の粉、2番のパチパチしてましたね、すごいね。これ買ってもらえたらテンション高かったです。やったー。いや、これ作るの楽しかったわ。そうですね。うん、もともと完全にゆるキャンにハマってる人だよ。アップルシナモン見ましたか、たくさん。見た。 ありがとうございます。これ、もうちょっとかな。はい、焦げる様子はいけなかったから。はい、もうこの声出ない気がする。頑張れ、それ頑張れ。これに強い可愛い声出たっすね。これはもうディレクションがいたからね。普段ディレクションはついてないの？ないですね。基本はメンバーでどうするみたいな感じで。なんかさ、私もさ、自分の劇団でさ、歌取るときさ、ディレクションするんだけどさ、めっちゃ親バカみたいになっちゃう。親バカ。あ、今のいい、今のいい、いいよいいよ。うちも脱げたらそんな感じですよ。お、いいぞいいぞ、脱げ、その感じだ、いけ、もう一回いけっつって。あー、いいねいいねしか言わなくなっちゃうから。無理ならできる、お前ならできる、もう一回だっつって。あ、惜しいなっつって。ルミコはもうみんなそんな感じなのかな。私が甘いのかな、その時あるんだけど。ディレクションがなんかどの人も結構その、うん、なんかやってる人のテンション下げること言わないなって気がします。すごい。なんかやっぱイメージ通りのものが来た時にテンション上がっちゃうんだよね。もうさ、まあ、ゾーマンの取り直しの知りたくないが大好きなので。どんなんだっけ、普通にあの伸びてる方だよね。もうライブっぽくやっていいよってことで、うん、なんか浅川さんバージョンの知りたくないが、うん、ちょっと可愛すぎて、うん、なるほど、知りたくないみたいな、幼稚園児みたいな。
せっかくバージョン変えるなら、うん、なんか1回でもすごく苦戦したんですよ、うん、だからなんかそもそもね、なんか収録をするっていうの当日伝えて今から来てみたいな、うん、あ、そうだね、なんかね、なんかスタジオ相手して無理を抜くわ急遽すぎる、栃木にいた私え、どこそこどこ神奈川県の方だよって逆完全に都内を東京ぶった切ってとりあえず歌ってみてっつってあ、え、あ、はいみたいなびっくりしたわ、あれは当時は浅川さんって結構ディレクション浅川さんがしたのでうーん結構ね、厳しかったでしょ、うん、私は口出しなかったので、うん、グループならではだね、うん、一人で撮るとき、えらい孤独だったまあそうっすね、うん、でもですね、みんなまとめてる時もあれば、うん、やっぱ時間外で先からする時もあるんであ、そうなんだそういう時に例えば自分でディレクションしなきゃいけないとかはあったりしますね、うんうん、でも自分だとやっぱ分かんないうん、分かんない、うん、ね、確かに無理のディレクションはシンプルなんで何本か撮ったら3本目がいいと思う、うん、麦氏は3本目が好きみたいな、うん、私のを聞いて、うん、好き嫌いで言うからさっきの方が好き、うん、分かった、じゃあ最後に行こういや、いやマジでこの曲に関しては落ちサビを麦が歌っていて、うん、そのなんか振り付けが私とグミコの振り付け後ろ向いちゃうんですよ、うん、だからお客さんの方が見えなくて、うん、麦が落ちサビ歌ってる時のオタクの顔が見たくてしょうがないんですよ、あーなるほどお前この見せないために後ろ向かせてるんだもん、この落ちサビをオタクの皆様はどんな顔で見てるんだろうどんな尊い顔をしてるんだろういつもチラッて言いたくなるけど振り付けこうやってやってさ、うん、チラッとかってしまうあいつ見てんなってなっちゃうからおあいつこっち見たのこっちだなっ見たい見たいみたいな衝動押されずとかやってます一回こうインカメでこうやってそう鏡かなこうやって持ってこうすみたいなあのライブハウス的なのでさこっち側に鏡になってるとかなってたかあれも見えるんですけどもしかしたらモニターとかがついててくれればよしよしみたいな見えるんですけどなかなかないんでうん後ろモニター特にないよねそう今ずっと月見麦のお宅はどんな顔してんだよっていうのを葛藤を抱えながらやってる僕がライブ映像でそれ見ちゃったらミスその気持ちなんだなほらヒート目ってそこの中いる時は保温になるんじゃないですか、ああそれも大丈夫だと思うよ、それよりスペアリブ硬くなっちゃうのもったいないな、なんかやってたのかな、あ、いけてそうだないけてそうだ、うん、なんだっけ、あゴミを一箇所に、そうだね、食べ終わったよ、ゴミ袋がね、この中に入ってたんだよ、夢を見ているのかな、あーでも体が入ってるな、あ、でも人によって違う違う、私いろんな人も覚えてるから、いろんなものが違うなって